通線側は、新潟県新潟市東区内を流れる、品野川水系の一級河川。阿賀野川と、品野川河口付近を結んでいる。最上流部、阿賀野川からの流入部を、新潟市北区商品より望む。最上流部にある津島や高門排水機場、阿賀野川との河川管理区域境開票、平成以降に改修が行われた、五岸通船側にかけられている。 柳橋最下流部、一級河川信濃川への流出部を、新潟市中央区入船長より望む、船長を約 8.5km で、上流側の阿賀野川と、下流側の信濃川との間を流れる。中流部には1960年代に整備された、県営貯木場があり、新潟西港に到着した、南洋材の保管場所となっている。 この南洋材の輸送は船による木材以下大栄の形で行われていたが2021年に終了しこれをもって国内から木材以下大栄は消滅した。阿賀野川からの取水部には津島や肛門排水機場が設けられ流入量を管理調整している。川口付近には山の下肛門排水機場が設けられその近隣には都市 地域再生等利用区域にも指定された河口の森が広がる。かつて、阿賀野川の下流域は、複雑な乱流と蛇行を繰り返し、たびたび洪水を起こして流路が変わるなど、新田開発もままならない状態であった。柴田藩第六代藩主。 溝の口直寺は1730年、品野川に合流していた阿賀野川の河働を日本海へ直接流出させるため松ヶ崎に掘割を改作した。だが、この早水路は翌1731年春の融雪洪水によって決壊し、阿賀野川は日本海へ直接注ぎ込むようになった。その後、この急流路は通船川に解消。 両河川の下流域の水運に用いられていたことが由来である。1773年、柴田藩第八代藩主、溝野口直海によって、流路整備などの改修を受けた。明治時代からは、河川蒸気と呼ばれる蒸気船による周運が盛んになり、新潟市からく塚町、福島方を介して、柴田町など県北部へ至る。 幹線交通路として機能していた。しかし鉄道や道路の整備が進み、さらに1927年、大川津分水が開通して、信濃川の水位が低下し、汽船の運行が困難になったことなどもあり、蒸気船による周運は昭和時代初期にほぼ廃れた。戦後、下流川の新潟港の区域では、工場の立地が進み、また、 流域周辺の各地では宅地化が進んだが、旧新潟市の中でも、下水道の整備、共用が遅れ、排水や汚泥が浄化されぬまま流速の遅い、通船側へ流れ込んだことから、水質は次第に悪化し、特に下流側では、ヘドロが悪臭を放っていたほどである。流域周辺の住民の間では、ドブ川と、揶揄されるほどであり、日本一汚い川と呼ばれることがあった。 こうしたことから近年、新潟県と新潟市では、通線側と下流部で合流する栗の木側と鳥屋の方の水質改善に取り組んでいるが、平成14年度公共用水域水質測定結果では、全国2495位となっている。ありがとうございます。